ハーフインターチェンジは、厚生道路間相後の出入りが、部分的に限定されたインターチェンジ。省略して、ハーフインターとも言う。一般道との連絡のために高速道路の途中に、建設されるインターチェンジは、一般的には、上り線出口、入り口、下り線出口、入り口の4つの出入り口が考えられ、これらをすべて満たすと、フルインターチェンジとなるが、 これらに対して、いずれかの出入り口、または、複数の出入り口を書く場合に、ハーフインターチェンジと呼ばれることになる。主に建設費用や、立地条件等により、いずれかの通行のための施設が、建設できない場合や、特定の方面へ出入りする需要が見込まれない場合に、設置される。特に首都高速道路等の都市高速道路では、その多くが、ハーフ IC となっている。 さらに得意な例としては、首都高速2号目黒線は、その IC のすべてが、都心方向のみ、連絡のハーフ IC である。複数のハーフ IC をセットとして、それらが互いに補い合って、全体で一つのフル IC として機能するように、作られたハーフ IC も多い。平行道路が長距離にわたって存在する、東京外環自動車道、名古屋第二環状自動車道、 近畿自動車道では、複数のハーフ IC をセットとしている例がほとんどで、ある。札ッ自動車道の札幌北 IC や、東関東自動車道の湾岸ならしのインターチェンジ、湾岸千葉インターチェンジのように、近接したハーフ IC を組み合わせて、名目上のフル IC とする形態をなしているものも、ある。山陽自動車道の山口南インターチェンジ、 東九州自動車道の大部、三つ吉 IC 等のように、建設した当初は、ハーフ IC でありながら、後に、フル IC となった例もいくつかある。また、九州自動車道の人吉インターチェンジ等のように、当初より、フル IC で計画されていながら、連絡需要、土地条件、建設費用などの理由により、一部の出入り口のみ、 先行して建設されたハーフ IC として運用している至れもある。また IC の工事により一時的にハーフ IC として運用する場合もある。厳密に言えば、奇襲点となる IC もハーフ IC と言えるが、これらがハーフ IC と扱われることは稀である。一般道からの入り口が一つあるだけの IC、及び一般道への出口が一つあるだけの IC を、 クォーターインターチェンジという。この場合、入り口だけを持つ IC を、入り口、出口だけを持つ IC を、出口のように、インターチェンジを省いて、呼ぶことがある。例として、名寄ろ微不道路の知恵分南入り口や、青晶バイパスの坂はインターチェンジ、鹿児島東西幹線道路の竹部 IC、首都高速5号池袋線の早稲田出口などがある。 一般道からの入り口が一つ、出口が二つの構成を持つ IC および逆の構成の IC をスリークォーターインターチェンジという。ハーフ IC として共用されたインターチェンジに出入り口を追加してフル IC を造成する過程で現れることが多い。例として、サッソン自動車道のテイネ IC や京葉道路の船橋 IC が挙げられる。ジャンクションにおいても、 一般的には接続するすべての高速道路を相互連絡するフルジャンクション構造が理想であるが連絡需要、土地条件、建設費用などの理由により一部のランプウェイが省略される場合がある。これをハーフ IC になぞらえてハーフジャンクションと呼ぶことがある。例として東北自動車道の青森 JCT、中国自動車道、 阪神高速7号北神戸線の西宮山口 JCT 及び九州自動車道の八代ジャンクションが挙げられる。ありがとうございます。